ちゃこんにちは。さあ、10月さあ、はい、もう10月14日のクライマックスシリーズ、はい、ファーストステージまで2ヶ月切りました。早いな。早いです。で、レギュラーシーズンも10月1日、10月2日で終わりというところで、うん、さあ、そろそろCS 争い3位以内をかけてというところの争いも熾烈になってくる時期だとは思うんですよ。そうだな、はい、いやいや、もうかその CS ってなると、はい、もうどのチームかなっていうのを考えなきゃいけないし、まさに今日はそれです。いや、それでチャンネル登録もしてくれなきゃいけないしよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録も、はい、なので今日はセパ両方の CS 争いの行方について占いたいと思います、はい、これは CS 行った後ではなく、レギュラーシーズン終わりまでにどこのチームが3位以内に入っているのか、こう大胆予想、そしてこのチームちょっとピンチだよ、このチームはこっから台風の目になってくるよ、などなど豊さんに分析してもらおうと思うんですが、はい、まずはセリーグ、パリーグ優勝というと、もうちょっと決まる、阪神とオリックスだな、が有力、もうほぼ有力。そうだな、まあ、7割8割ぐらいっていうところですか。まあ、7割8割、まあ、8割って言ったらほぼみたいな感じになるから、はい、まあ、7割かな。7割、うん、で7割5分今8月18日時点で、セ・リーグ阪神は2位の広島に7ゲーム差、はい、でマジックが点灯しています、はい、残り試合はもう各チーム35前後を切ってきています、はい、で一方のパ・リーグはオリックス2位のロッテに 6.5 ゲーム差、はい、これもうそろそろマジックは、まあ、出るだろうね、うん、出るような感じになってきていますというところで、はい、こちらももう35、あ、オリックスはでも100の今4試合なので40切ってるぐらいってことですかね、まあ、そうだね、っていうところです、はい、で大体7割方、じゃあセリーグ優勝は阪神、パリーグ優勝はオリックスなんじゃないかと、はい、じゃあ2位3位はどうなるのか。セリーグ、まあそうだな、難しいな、難しいこと聞くね、はい、もうでも嫌なこと聞くなファンはみんな知りたいです。いや、知りたいって言ったら俺の予想は、ああ高木が言ったから逆が出るからよかったみたいな言われます。なんちこと言うんだもんね。今裏大名人ですから。そうだよ、ね、占い師って言うんだよ、だからそういうの。あ、裏のね、裏のこっちですねで今セリーグ2位広島、はい、で3位の DeNA とは2ゲーム差、はい、でそれを4位の巨人は DeNA と 1.5 ゲーム差、うん、だから広島と巨人は何ゲームあるの、はいはい、3.5 です。 3.5 だろ、はい、でもう5位のヤクルトは8ゲーム差なので、まあ、そうだね、そこはちょっともう、まあ、そこら辺はちょっと厳しいな、うん、はい、まあ、そうなってくると広島、DeNA、巨人のそうですうちどれかということだよね。そうなんです、うん、で残り試合をこの中で一番残しているのは巨人ですね、うん、37試合で広島が34試合と、まあ、この中では少ない、うん、はい、となっています。目がね今ねもうずっと何か分からない感じになってますよ。 DeNA は残ってくると。それはじゃあ2位になって残るっていうことですか。いや、これは3位になるかも分からない。3位のままそこで残る可能性が強い、うん、今真っ先に DeNA は残るって出てきたのは、それはこれは今永とバウアー、うん、はい、俺バウアーの力はでかいと思うんだよ、うん、で仲良くでいけるでしょ、はい、でスタミナもある、うん、うん、これは残ってきそうな気はするけどね。でもその打線ではこっからまたあの浜の打線を、こっからちょっと上がってくると思う、うん、で不気味なのは巨人。そうですね。でなぜ不気味かというと若手を使ってるでしょ、はい、秋色は今年ずっと頑張ってるよね、うん、で浅野を使い出したりだとか、はい、まあいろいろしながらね、まあ、ここら辺長野が元気だったり、うん、まあ、ブリンソンがなんかこうやる気を見せて内野安打打ったりとか、はい、もうしてるから、うん、だから不気味は巨人なんだよ。であの控えも豊富ですよね。まあ、豊富でもないけどね。あの例えばそのベテランとか、いやそれはベテランの力ってでかいし、うん、キャリアのある選手っていうのは大きいし、うん、だからすごく不気味、うん、で広島はこうずっと走り続けてきた、でスクランブルをやり始めた、はい、まあ、例えば何をやり始めたかというと坂倉をファーストで使ってみたりだとか、うん、まあ、いろいろこう今年やらなかったことをやり始めてるよね、はい、だからここら辺はやっぱこうムチが入ってるっていうような感じだよね、うん、だからムチが入って
どのぐらい、まあ、例えば10勝やった時に常に7勝3敗ぐらいでいけるかっていう、うーん、まあ、6勝4敗でもいいけど、はい、うん、だからそうやって必ず貯金をコツ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 貯めていければそれはやっぱり広島も残るよね。そうですね、うん、だからこの3チームが3位以内を死守する中でのその 3.5 ゲームの中に入っている3チームっていうことになるじゃないですか、うん、で、うん、巨人がちょっとあれなのは戸郷が投げて勝ったり戸郷に何もつかなかったりだとか、やっぱ戸郷の時は鉄板で勝たなきゃいけない。でグリフィンもすごくいいピッチングしてるんだけど援護がないとか、で菅野がまだまだ不安定だというようなことを考えるとやっぱ4位のままなのかなっていうのは気もするんだよね。まあ、山崎伊織投手とかは大丈夫ですかね、この後なんか疲れない、いやいや、まあ、大丈夫だと思う、今年はね、はい、だから、まあ、自信も持ってるだろうし、だからピッチャーもそこそこいいんだけど、ただ、その後ろに行けば行くほど不安になるっていうのが、うん、まだ払拭されてないというかね、はい、でまあ、DeNA も同じことは言えるんだけど、ウェンベルケン、ウェンベルケン、うん、が、8回を任すようになって少し安定してるし、はい、まあ、森原っていうのはなんか悲壮感がないしね、うん、非常にまあまあ安定はしてきてる。え、じゃあピッチャーだけで見たらどっちの方が、巨人と、はい、DeNA だ、うん、じゃあそこに広島が入ってきます。広島はね、先発ピッチャー、まあ、栗が最近おかしいんだよな。あれだけクオリティスタートをしてたのに、うん、ここに来てちょっと疲れがあるのか打たれ出してきてる。で大瀬良がなかなか勝てない、うん、この大瀬良さえしっかりすれば、はい、2位確定だと思ってるんだけど、うん、大瀬良が不安定なだけにちょっと不安だな、うん、それと矢崎がちょっと疲れてきてる、はい、そうですよね、でその変わるのはもう栗林しかいない、はい、あと島内投手もちょっと打たれ出してきてるだよな、はい、だから頼りはターリーなんだよね。あ、はい、うん、だから、まあ、どこも一長一短不安を持ってるんだけども、うん、その中でまだ2位、その中で A クラス確定って思うのは DeNA なんだよ、うん、これなぜかというとやっぱバウアーの力ってでかいよ、うん、困ったらもう中3日でも行くぞあいつそうですよね、いや毎日でも行くよ本当に、はい、金出してくれたらってまあ、インセンティブでね、そうそうそう、いいですよ、いや、あのバウアーのあのタフさ、うん、あの投球術、うん、やっぱすごいと思うわ、うん、で今永に勝ちがついてこれから来ればいいのと、はい、やっぱ浜口が良くなってきたという、うん、ここに来て上り調子になってきてる、うん、まあ、その分石田がダメになってきてるんだけど、うん、はい、そうですね、東投手はもう、あ、東がいるじゃん、はい、東投手がいましたお前フォアボール出さないよお前そうですよね、出さない出さない東がいる、うん、まあ、そうなってくると4枚揃うと A クラスは死守するかなっていう、確かにそうですね、感じはするんだよね。そうですね、だから広島が怪我人を出さなければね、そのまま残っていくだろうけど、まあ不気味なのはやっぱ巨人だな。じゃあそのピッチャーで総合してみたときは DeNA がまあ抜けてる、抜けるんじゃなくて頼りになる人間が一人いるっていう、まあ、バウアーっていうところですよね。じゃあ、あとは巨人と広島ピッチャーで見るとどっちの方がちょっとリードしてるかなって今の段階で、広島と巨人、はい、巨人かな、巨人ですか、ここに来て、ここに来て外国人がいる、はい、メンデスもいいし、メンデスいますね、はい、いますねじゃない、いるんだいましたねいるんだそうだ、やっぱ戸郷でしょ、うん、で山崎伊織、グリフィン、はい、まあ、菅野投手も、まあ、菅野もいるよね、はい、そうなってくると先発ピッチャーは、うん、広島よりはまだいいのかなという、うーん、そっかそっか、大瀬良がやっぱ勝てないんだよ、はい、頼りになるのがどこだ、はい、で森下がどうなのかっていう、うん、で栗がいるけど、はい、あとは大瀬良が勝てない、そうなってくると1枚やっぱりこう巨人の方が持ってるっていうような感じがするんだよね、うん、うん、だからそういう面では巨人が不気味だと思う。じゃあだっていうのを見たときはこの3チームはどうですか、どこが破壊力は巨人だな、一発っていうところ、一発っていう持ってる選手が多いですよね、そうそうそう、うん、まあ、それと、まあ、DeNA のつながり、はい、
ただ打線はちょっと落ちるな。やっぱり宮崎と牧は目立つけど、他がちょっと目立たなくなってきてるもんな。だからここら辺はちょっと苦しいかもわからない、うん、でやっぱつなげて足を使うのは広島だな、はい、うん、ただ今その上本選手と秋山選手も欠いてるっていう状況ですよね。だからここなんだよ、うん、問題は、はい、難しいよ。なんでこんなことは俺が悩まなきゃいけないんだよ見てる人は豊さんが悩んでるのを見てすごく、いやだからそのぐらいやっぱ難しいし拮抗してるということだよ。そうですよね。じゃあ、うん、今の投打総合してミックスさせた時に2位3位に入るのはどこですか。やっぱ広島 DeNA かな。巨人はダメか。うん、っていうかそうか、ちょっとね波が大きいわ。あ、今年の巨人は、うん、そっかそっか、うん、まあ、今現時点ででいいですからね。それと、うん、坂本がやっぱ走れない、うんうん、そうですね、うん、やっぱ足をかばいながらやってる、はい、やっぱ爆弾を抱えてやってる人間が、うん、やっぱ中田翔もそうだし、はい、そういう面ではパフォーマンスが落ちてるよね、はい、うん、だから頼りになるバッターだけど、そうだな、やっぱ各駅になるかな。あ、各駅停車になっちゃうってことですか。一番確率の悪いホームランでしか勝てないってなってくると、うん、まあ、ここら辺は辛いよね。岡本がよっぽど打つかね。あ、ホームラン量産体制ですか、うん、だから、まあ、巨人はちょっと苦しいかもわからんな、まあ、あくまでこれは現時点なので、うん、まあ、今の怪我人の選手とかで話しているんで、もちろん来月もしますんで、9月も。あ、そうなの。その時の時点でのっていうのとはまた変わってくると思うので、はいはい、あくまでも今現時点だと皆さん思ってください、はい。じゃあパリーグ行きましょう、はい、さあパリーグ、まあ、優勝は7割、まあ、オリックスかなというところの話で、はい、2位のロッテが今 6.5 ゲーム差、はい、でその下にソフトバンクがロッテを 2.5 ゲーム差で追ってます、はい、で4位の楽天が 4.5 でソフトバンクを追ってます、はい、で西武が2ゲーム差で楽天を追っている、はい、という時点、まあ、日本ハムは西武を2ゲーム差というところで、はい、さあこの中5チーム、これ5チームともにチャンスというのはどうなんですか。やっぱりね、上位3チームで決まると思うよ、俺は。ロッテ、ソフトバンク、楽天。ロッテ、ロッテ、ソフトバンクですか。楽天は楽天までいけないんじゃないかな。3位ソフトバンクに 4.5 は開きすぎですか。ソフトバンクは実力あるしさ、こんな位置にいちゃいけないチームなんだよ。で、楽天も力はあるんだけどもね、はい、でも1枚上手なのはやっぱソフトバンクだよ。そうなってくると、そのチームに 4.5 つけられてるっていうことは、なかなかやっぱり抜くのは難しいと思うよ。だってソフトバンクは俺2位になると思ってるから。あ、今まあロッテと 2.5 ゲームあるけれども、それをひっくり返す、うん、ひっくり返すと思う。まあそれはこれはやっぱりロッテが良くない。ロッテがね、やっぱり守備の破綻がある、はい、だからここら辺がちょっと苦しいところかなと思うよね。投手陣はまあ、なかなかいいんだよ、はい、で中継ぎ陣もすごくいいんだよ、うん、ただ抑えの増田っていうのが多少不安定な部分があるにしても、はい、まあ、なんとか乗り切れそうなんだよね。ただその守備のほころびっていうのがすごく目立つし、ミスするチームっていうのはやっぱ負けるよ、はい、その点ソフトバンクのミスっていうのはやっぱロッテよりは全然少ないから、うん、だからそういう意味ではソフトバンクが上に行ってロッテが3位かなっていうような感じがするよね。じゃあそのまあ守備面で、じゃあ投手面っていうところで見たときはこれはまあロッテの方がいいはいいよね、うんうん、ただその佐々木朗希投手がいないっていうところも、いやそれはでかいよ、うん、佐々木が投げたらなんか勝てる雰囲気あるもんな。ありますよね、絶対にね、はい、だからそれもないっていうことは、まあ、種市っていうのはすごくいいけどね、うん、はい、西野とか、はい、まあいいけど、まあメルセデスも悪くはないけど、そうだな。美馬投手が今年いいという感じで、美馬投手、うん、だから美馬が立ち直ってくれたらそれはね、これはこうしたことないけど、はい、この状態っていうのはなかなか抜けるのはちょっと難しいと思うよ、ここまでこのシーズンを重ねてきて、はい、まだこんな状態であればね、今年の美馬っていうのは良くないっていうふうに思っとくしかないし、はい、まあ、小島もいるしな、ただやっぱこう打てないのと守備の破綻、まあ、ここら辺がやっぱチームの勢いを削ぐよね。
あの、ね、このシーズンの序盤だったり中盤手前はすごくね本当にミスが少なかったんだ、はい、で本当によくみんなつないでいったし、うん、で投手陣も頑張って、はい、まあ、今の位置を築き上げてるんだけども、まあ、だけどやっぱここに来てやっぱミスが目立ったりだとか慣れてないポジションだとか自分の得意なポジションじゃなくて打撃優先で使ってるだけにやっぱそれは否めない部分っていうのがあるよね、はい、だから、うん、ロッテはちょっとこれから苦しいかなとは思う。で一方でやっぱりソフトバンクはそうなってくると投手陣、打者陣っていうのが非常に充実しているっていうことになってくる。これからしてくるだろう、ね、これから、うん、石川もな、この前ノーヒットノーランやったりだとか、はい、柳田が1500本安打とか、うん、そういうチームがわっとこう盛り上がっていくような好材料があるということだよね、うん、あの一時ね大型連敗してた時はどうなるんだろうってなりましたけど、うん、まあ、それでも貯金あったからありましたね、すごいよな、はい、だからまあそのぐらいの実力があるということだしソフトバンクはね、はい、だからここからやっぱり 2.5 っていうのはあってないような、まあ、そんな数字に俺は感じるけどね。おお、これって8月中にひっくり返る可能性もあるってことですか、2位と3位は。今 2.5、 うーん、まあ、可能性がなくはないね。あと三森がね多少良くなってきてるし、はい、栗原が帰ってきて、うん、まあ、この前もホームランを打ったし、はい、徐々にピシッと揃ってきてるけど、あとはピッチャーだな。そうですね、うん、でもそうなってくるとソフトバンクが勢い上げてくると、これもしかすると去年のようにオリックスとソフトバンクが最後の最後までわからないってことには、まあね、去年はこの逆でしたけれども、そういう可能性はゼロではないんですか、優勝争い。はい、いやこれはもうほとんどオリックス決まるよね。あ、そうなんですね。そら、あのピッチャー見てみろお前うん、もうそうですね、鉄壁山本、宮城、山下俊平太、はい、山崎幸也、山崎幸也、はい、そりゃね、山本、山下俊平太、なかなか打てないよ、うん、まあ、よっぽどピッチャーが頑張らないと、はい、接戦に持ち込まないとな。あと打つ方もいいですからね。まあでもいいっつっても、やっぱ森が今ちょっと頑張ってるっていうね、うん、そんな感じもするし、まあ一時期はなかなか頑張ったりだとか、うん、まあそれなりのその、なんていうの、日替わりの、うん、人たちっていうのは出てきてるよね、はい、その前は紅林が良かったりだとか、まあ、野口が良かったりとか、あと、まあ、頓宮選手とか、まあそう、まあ、頓宮は今年1年間なんか安定してるしね、はい、でも思い通りに点が取れてるかっていうとそうでもないし、そっかそっか、でもそこら辺はピッチャーの頑張りで逃げ切ってるしね、はい、うん、だけどあそこのピッチャー陣っていうのはそうそう崩れない。そうか、うん、いやだから去年はソフトバンクがもう本当に大手に近い状態にいて、オリックスにかわされたっていうのがあったんですけど、今年はソフトバンクがかわしに行くっていうのはなかなかもう難しいのかなっていう。いや難しいだろうな、それだけのピッチャーが揃ってないという。ああ、そっかそっか、うん、その差ですね。まあその差だな。じゃあ今時点ではパリーグはオリックス、ソフトバンク、ロッテの順で A クラスが決まっていくとじゃないかと思ってる。ああ、分かりました、はい、まあ、現時点は8月の18日の時点での、まあ、怪我人であったりその中でいる選手で今は予想しました、はい、で来月も同じ予想します。もしかするとそうか分からないような。いやでももう分かってるんじゃない、その頃にはほら言った通りでしょみたいな。本当裏大名人じゃないですね。裏ないしではないですね。分かりました。